おいら見てたんか。なんかお前持ったんか。いやびっくりしたなあの。お前のも持っとるから引っ張り出されるんやないか思て。俺なんかもっとヤバいの持ってたね。なんや。あ。ワンちゃん、どうやった？あかん、また負け。こんで4連敗やで。マジのどっちやろ？どっちも同じようなもんや。まさか日本が出るとはな。おい、あんな講義やったんか？やったよ、ちゃんと。出てなかったやろ、講義。まあ、ああいうのは講義に出せなくても書けるだろう、なんとか。ん？だいたい日に法なんかは講義室で教わるもんやないやろ。しかし、あんな時に膣外射線なんかも書いてええのかどうかな。あれは邪道だ。医学的な避妊法じゃないからね。いいよ。それも講義でやりました。あ、ほんと。はい、ここ。心理的不満か。性的不満は確かに残るな。失敗率は 8.7% ということは、コンドームの 7.4% より高いわけか。しかし、なんで外に射精するのに妊娠するのや？あ、それは射精以前の、エロチックな興奮で、すでに精子の一部が漏れ出してるとかないとか。なるほど、そういえば漏れ出したような気のする時もあったな。マジか。嘘に決まってるでしょ。あんまり未婚者をいじめちゃダメですよ、加藤さん。加藤さん以外みんな未婚者やのに、なんで僕だけおちょくられんねん。木村さんは試験できました？まあまあです。いっぱい書いてたんだ。特に避妊法のところなんか。川本君見てたな、私の答案。タイミングじゃない？だからすぐ前ですからね。少しは見えますよ。なるほど。木村さんは避妊法については相当詳しいわけか。安心してよ。何が安心なのよ。もう帰ろうよ、みんな。遅いな、お前やつ。まだおった？私が出る時はまだいたみたいよ。向きになって避妊法変えたのとちゃうか。おぎの次第を作ろうと言ってたからね。産婦人科の試験って、ほんと、なんかいやらしいのね。避妊法なんて堂々と出るんでしょ？誰か図書館で喋ってたんか？膣外射精がどうだこうだと、うるさかったわよ、ギャーギャーと。できたの？対策は。うん。まあ、問題だけはなんとか。あ、そう。できたの。こういうのも、医者の不養生っていうのかしら。何やそれ。いくら試験ができても、現実の方で間違えたらしょうがないっていうこと。え？私、生理がないの。予定日から今日で4週間にもなるのよ。わかる？あ、わかります。あ、そう。避妊法はよくかけてるわ。わ、これだけかければ満点だ。医学部の最終学年はポリクリと呼ばれる臨床実習にその1年が当てられる。6、7人に分けられた15、6グループが内科、外科、整形外科、小児科から泌尿器科、耳鼻科、眼科まで17くらいの科を1週間ごとのローテーションで回っていくのである。
その内容は外来の診察、ベッドサイドティーチング、手術見学など現在の病院で行われている様々な医療行為に初めて触れていくわけである。我がグループの今週のポリクリは産婦人科である。ここで予診を取り、カルテに書き込んだら奥の診察室に行き、そこで教授が自分たちの患者を診察するのに立ち会う。その際、予診だけである程度の診断をつけておかなくてはならない。予診ではどういうことを尋ねるのかというと、主訴、つまりなぜ来院したかに始まって、本人家族の病歴、今までの妊娠歴、出産ばかりではなく中絶まで含めてである。また月経は何日型で何日続くか、出血は多いか少ないか、最終月経はいつだったか、配偶者との関係はどうか、未婚結婚離婚別居、さらに不妊症の場合だと当然避妊法やセックスの問題など、相手が嫌がらずに答えてくれるだろうかと心配になるような質問もしなくてはならない。ここは禁煙ですよ。なんでですか。帰ってきて。でも新しい患者さんが少ないからいいですけど、多い日は患者さんを待たすことになりますからね。キャンプ時に来てください。すいません。いやねえ、どこか。これ L サイズです。LL がなくてね、少し小さいですよね。小さいったってさ。こういうドジは別として、そういった質問にすらすらと答えてもらうことはさほど困難なことではない。バーやキャバレーではない。ここは病院なのだ。相手も嫌だろうが、こっちだって決して楽しいものではないのだな、大島くん。当たり前の話だが、産婦人科の患者さんは全て女性である。だから患者さんも同性の女性には多分何でも話しやすいのやろう。我がグループの高一点のみどりちゃんは今週はなんとなくやりやすそうや。何せ先週の皮膚科では相当彼女の女医の卵としてのプライドを失ったんやから。出場所は犬の周りの奥にどこかできてませんか。いや、また前とだけです。痒いですか。はあ、とっても。じゃあ見てみますので、こちらへ。ズボン脱いで横になってください。え、見せるんですか。もちろん見てみないとわかりませんから。さあどうぞ。ひょっとしてパンツもですか。そうですけど、何か。いや、もうただの陰菌ですから、お薬だけもらえればいいんです。ちゃんと調べて白癬菌によるものでしたら先生の方からお薬の指示があります。他の病気だとお薬も違いますから。じゃあ時間かかるでしょ。まあ少しですけど。友達が外に渡してるんで、先に帰ってるように言ってきますから、ちょっと待ってください。ちょっと。それっきりいつまで待っても彼は診察室に戻ってこなかった。そういうものだ。君、お腹を触ってみてどうだったかね、診断は。はあ、卵巣の腫瘍じゃないかと。アホか、ただの妊娠だ。ちょっと子宮が大きくなってるだけだ。それなのに人を簡単にそんな重病にしてもらっちゃからな、また上です。ディスチャージファイティッシュオブクロスウェスアンテオバグースエクサイズソール。次のクランケル予診取ったのは僕です。診断が書いてないじゃないか。はあ、一応不妊症なんですが、その不妊症というのは、結婚してから2年以上子供ができない場合と教科書にあります。で、この患者さんは2年以上子供ができないそうなんですが、まだ結婚されてないそうで。ですから、こういう場合。何をくだらんこと言ってんだ。はい。ちょまい。しかし、あそこに手突っ込むのになんでいちいちゴム手袋はめるんやろ。そりゃ当たり前やろ。不潔な手で触って混戦でもしたら大変やないか。ちゃあ、荻野が悩んでいるのは、実生活においてあそこを触るときには別にゴム手袋なんかせえへんのにってことなんやな。ゴムをつけるのはあそこだけ。謹慎やぞ、そんな話。何かの先生でした。知らないよ、そんなこと。
この病院で俺たちより下っ端の先生はいないんだ。誰でも頭を下げておけば問題はない。あの、6回戦の方ですか？ああ、そうですか。実は医療法人特集会と申しますけども。あ、大阪本部の能勢と申します。あ、同じく藤山です。もう新聞やテレビでご存知かと思うんですけども、全国に24時間年中無休で病院を作ってるあのグループなんです。ああ、知ってますよ。あ、そうです。有名でしょ。それと、それで実はですね、今日6時からなんですけども、アメリカのスタンフォード大学のドクタールービンシュタインをお呼びしまして、卒業研修に関する懇談会を行うんですよ。それがちょっとなんですけども、まあ来年ご卒業なさるんで、もし参考になればと思いましてですね、お誘いしてるわけなんですけども。でも、ところで来年の行かれる病院はお決まりですか？いえ、まだ。あ、そうですか。何かをやりたいと思いですか？いや、まだ。内科系ですか？外科系ですか？いや、まだ何も決めてないんですよ。僕が医者になれると誰も決めたわけじゃありませんから。誰もって？それじゃ。頑張ってください。日本の医療はこのままではいけないと僕も思ってます。痛いなぁ。お前やめろよ、ほんとに。どう？また開けて覗かれる気分って。やっぱり医者に見せるの嫌か？分かったでしょ。赤の他人の前でまた広げるのが嬉しくてしょうがない人っていないんだから。また広げたかって誰も叩いたりせんよ。なんとか分かんないかしら、妊娠かどうか。ねえ、アイザック君。あんたもお医者さんの学校行ってるんでしょ？本当に毎日何習ってんの？すいません。コンドームつけてやらねば面倒を産む。ここが我が本宅、洛北医科大学鴨川寮。大学の寮といっても大学の作ったものではない。その昔、本学出身の偉い先生が貧しさにもめげず医学を学ぼうとする後輩たちのために寄贈した建物だそうである。お、ミーティングの日だけはちゃんと覚えたな、こいつ。寮生活8年目の寮名主である。また彼女のとこでしょ。いいな、俺だったら一緒に住んじゃうのに。現在の寮長である。やや糖尿の毛があると言われている。あんまり外泊してると大量させられるぞ。うるさい人がいるんだから。いや、荻野さんまで大量されるとですね、残った7人だと寮の関係パンクしちゃうんですよね。そりゃ困りますな。行ってきます。いらっしゃい。学校に近くて6畳で1ヶ月1万円ちょっとというのは、今や苦学生でなくても魅力的なものだ。しかしその分守らなければならない共同生活のルールというやつもある。今空いている2部屋の住人はそのルールに耐えきれず夜逃げ同然で飛び出した犠牲者だ。よしよしよし、ごめんなさい、ごめんなさい。そしてこの人が寮の規律の番人である。その間に荻野さんのコーヒーポット何で借りてたんですけど。ああ、ええよ。その代わりうまいコーヒー入れてくれん？いいですよ、カナフレ屋のコーヒー買ったばかりなんですよ。じゃあ僕の部屋で入れますから、どうぞ。彼はこの春入学したニューフェイス、18歳の少年である。野口英世という名からしていかにも理想的な医学少年といった感じだが、名前だけではない。
入寮の際の面接で、なぜ医学部に来たんですかという、まあ俺のアホみたいな質問に、先天性の心臓病で大きくなるまでとても生きられないだろうと言われた妹が、東京の大学病院の教授による名手術で奇跡的に助かって以来、自分も医者になろうと決心しましたと答えた人なのだ。おい野口、お京、すいません、人の話してんだぞ。南田、お前のそういった短絡した思想が患者と医者の関係を歪め、ひいては病院の機能を抹殺するんだよ。分かってんのか。せやから最初からね、歪んだ関係の上に成立してるっちゅうことですよ。なんで神崎さんは歴史的に捉えようとせへんのですか。731部隊の例を出すまでもなくですよ。やっぱり医学部門が侵略戦争の先兵として弱い者を人体実験に利用していた歴史があるわけでしょう。そんことと行政であるということはどういう関係があるんや。この寮の権利精神を持ち出すほどのあらずじゃないか。この寮がただの下宿や圧迫じゃないってぐらい分かってるやろ。もう少しゆっくり話してくれや。すいません。少なくとも先輩たちは将来医者になるために人格を鍛え合ってきたじゃないか。防衛隊どうのことという前に、寮生なら前に医学生に行くのは自分のことやないか。そうでしょう神崎さん、医学生やったら当然近代医学が患者を犠牲にして発展してきた勝手について知らへんでは済まさないはずでしょう。特に国家権力が小宝様に軍事医療の教育の問題を打ち出している現状で、歴史が再び繰り返されるかもしれん。どうしてお前にだけ先の歴史がわかるんだよ。歴史がわかるとは言ってませんよ。ええ加減にしてくれや。そう二人で巻き下がられたら記録できたもんじゃないぞ。まあ抑えてください。まあ神崎にしても南田にしてもだな、力づくで相手をねじ伏せようと頑張ってるようにしか聞こえんのだが、この場で勝負の決着につくような問題はないやろ。多分今のところ二人とも正しいんやから。俺と一緒に入学したやつのほとんどは今医者になってる。彼らの学生時代に語った正しさと彼らの現在に隔たりがないという人間は数少ないと思う。だからといって全面的に彼らの現在を批判することもできんし、また若気の至りや言うのもあんまりやろ。まあ、仮に知識と技術が増えていくことによって彼らの認識が変わっていくのかもしれんとしてもだな。しかし知識と技術のない医者なんてのは誰も求めてはしないんだ。ということで、例によって長老のありがたいお言葉が出ましたところで、本日の寮会議終了したいと思います。どんなもんでしょう神崎さん。それでは終わります。なお来月の寮会議は、8日ですので、よろしくお願いします。熱烈な討論の割にはあんまりビシッとした結論は出んもんですな。毎度のことですわ。我々は何が真実であるかは実際には知りません。我々がやってることは間違いかもしれません。それは誰にもわからないでしょう。だが論理的疑問点があります。そしてそれでこそこの自主講座が貴重なのです。また何か映画のセリフか。12人のイカれる男、4人足りずか。へえ、お母さんの理想の医者像ってのはああいうタイプ。神崎さんな、ちょっとな、うちらから見たらな、ああいう質実剛健のタイプの医者さんって理想いうことないけどな、わりと頼りにしてまうで。ねえ荻野さん、僕今日実習でウサギを窒息させたんですよ。あのウサギ、僕の顔見ながら目にいっぱい涙をためてね。僕自信ないよ。元気出せ元気。医者になる自信か。そうじゃないですよ。人体実験だとか人の命だとかなんとなく言えなくてね。だってそうでしょ、ウサギやモルモットの命が人の命のためにあるなんて誰が決めたんですか。うん、俺たちはまだ人を殺したことはないけど、この大学に入っていくつかの命は確実に奪ってきたことだけは確かやね。センチメンタルやな。大木野もそんなこと言うようになったんか。入寮したての頃はお前農地に負けんぐらいの医学少年やったのに。そうやん、可愛らしかったな大木野ちゃん。年ですよ年、本田さん。歳月は残酷だ。年は取りたくねえな。しかし南田さんっていうのはどうしたら自信たっぷりなんですか。防衛大の問題に対しても
僕わからないな。絶対に。自信たっぷりなもんか、南田が。さて、ドクターのうちもダウンしたことだし、そろそろ引き上げるか。もう遅いやろ。何やもう2時過ぎか。明日朝から手術見学で一日立ちんだのに。あ、そういや俺も明日朝早いんだった。何やお前、講義に出るんか。いや、講義じゃなくて、ね、映画に出るんですよ。うん、高本の8ミリ映画。あいつまた映画作ってんの。暇やな、うん、どこで撮影するんだ。講義室ですよ、うん、まさか、医学映画じゃないよな。まさか、打ち合いですよ、学校始まる前に。しかも、若い子のことはよくわからんよ。うん、まあ、何にしても、てっちゃんならなくてよかったですよね。はい、今なんかまだマシだぞ、お前。昔なんか、まあ、生きててみたいなもんだったんだから。軌道谷行学まで、朝からやってるんだったんだぞ。ビン投げおばさんか。大丈夫だよ。大変やね、関係も。そんな夜遅うに。おまわりさんも。あれ、ヒステリーだね、完全に。君たちの、そういう言い方が精神障害者を苦しめてきたんだぞ。何かの情動的な体験が彼女にあって、それに基づいてああいうことになっているんだよ、きっと。僕らは彼女もそういう体験を知らないだけなんだ。お前、精神科に住みたいんやったな。あ、先生、先生、大変です。分かっとるわ。お前が俺を後ろから殴ろうとしたんや。あれやねん、やるっちゅうか。最初から殴ろうとしとったくせに何を言うてんねん。あんたがあまりしつこいからごめんなるね。あの人ひょっとして神経科の待ち合いにいた人ですか。どなたか神経科の先生いらっしゃいませんか。先生、若いくせに気配してよう止められないのか。だらしがないの。あ、先生、先生、暴力はやめて何でも僕に話してくださいよ。お前、華奢なのに無理するからや。そうやろ。おお、はくいって歩いてりゃ誰かて先生や思いやから。お前んとこ今週小児科か。うん、うん、お前子供に優しそうだし小児科なんか向いてるよね。小児科か。おしっこはよく出ますか。ええ、まあ普通に。低流抗がんだ。鼠径部に抗がんが触れるよ。君触ってごらん。はい。そんなに汚くないよ。このくらいの子供の尿は清潔だから、みんなお茶だと思って飲んでみなさい。骨盤にはね、全身部がまずお尻、ね、胴に、それから、脊椎、それから側位と大きく分けこの3つがあるんだけど、じゃあ、単独分娩の、ね、解除法からいこうか、ね。とにかくね、もう骨盤の、分娩の時も、なるべくね、手を出さないこと、ご自然、自然、ね、それが一番大切なこと。筋肉がどんどん強くなるよ。歌詞がなかなか出なかったら、股関節のところ指を当てて、ちょっと解除してやる。はい、そう、歌詞が出たら、さあ早くミートを挿入してやれ。肩甲骨が出てきたら、上肢を出せ。反対側の手で、そう、歌詞を支えて、そう、体をね、母体の全上方にこう、上げるんだ。そう、手で顔をこするようにして、はい、おい、そんなに強く持ったら潰れるじゃないか。後ろの上肢が出ると、そうしたら体をこう、下方にグッと引っ張る。ほら、早くしないと窒息だぞ。冗談じゃないぜ。本当の子供だったらどうするんだ。ああ、恐ろしい。
はい、次の人。みどりちゃん。お前です。おい、治療内診の方も変わってやるよ。はい。加藤さんやりますか？あ、俺いいよ。加藤さんは奥さんの実物で練習するからいいんだって。あれは教材用じゃありません。そう、歌詞がなかなか出なかったらちょっと解除してあげて。それでポンポンと出すようにしてあげて。さあ、いい。分別解除の方は一通りみんなやったのか？荻野くんまだだったんじゃない？あら、荻野くんどこ行ったのかしら。やばいな、本物らしい。女の一生、女の一生とは次の3期に大きく分けられる。1、少女期。2、成熟期。3、老年期。そしてそれぞれの移行期が思春期、更年期に相当し、初潮は思春期に、閉経は更年期に見られる。男があの可愛い子ちゃんの男やなんてひどいよ。しゃあないやろ、二人の合意ないんやから。しかしよくこんなとこまでついてくるよな。本当によくないんじゃないの、そういうのって。不謹慎やろ君ら。妊娠ですね。養子を取った学生何週だね。最終月経が3月の6日からですから9週のせいだと思います。そうだな。次は不正出血か。あ、もういいですよ。あちらで看護師さんに説明してもらってください。初めてでしょ。あの先生、お願いしたいことがあるんですが。下ろしたいんですがか。ああ、あの可憐な少女がな、高校生でしょ多分。まだガチじゃないか。いや、今の高校生はね、加藤さんが高校生だった頃とはだいぶ違うんですよ。そういう問題ないわ。覚悟の問題だ。下ろすんだったらやるな、やるんだったら産めっていう。そういう割には加藤さん、自分のガキができるたんびにオロオロしてはったじゃないですか。あれはあれ、これはこれ。あ、そうですか。しかし何考えとんや。あたりやなんて、こんな公立の大病院、それも教育病院やろ。そんなところでホイホイ気安く叩いなんかやってくれると思うんかや。何や、そんなに怒っとるんや。青かもや。だってそうやろ。覚悟の問題じゃないですよ、常識の問題ですよ。これはずいぶんね、みんなの話聞いてると。ちょっと常識がないんじゃなくてよ、うちの病院が名前の通った病院で、
大きく設備も整ってるからって言うんで彼が連れてきたのかもしれないじゃない。得体の知れないダタンには行かせたくないって言うんで来たっても考えられるんじゃないの。なるほど、木村さんは愛情の問題というわけですか。焦りしてるから寝とったんやが、女に打ち殺され夢でも見たんちゃうんか。だろう、うん、これが渡辺の出る言うとった映画。そうです。渡辺出てへんやろ。渡辺さんもう死にました。あれは早くです。これクライマックス。なんちゅうタイトルや。白ずきんちゃん気をつけて言うんすけど、白衣着たやつらが悪もんか。ええ、白ずきん団なる悪の組織に単身で立ち向かっていく男の話です、一応。それで最後は結局やられるっちゃうか。犬死にやな。パターンやな。いや、まあそう言われると身も太もないんですけどね。一応そういう従来のパターンをですね、打ち破るべく僕が作ったわけ。わかった。どうも朝っぱらから想像したことですいませんでした。おまけに犬死にで、ワンパターンですいませんでした。まあ、俺らだけでよかったよ。どっか寝とこう。差別用語でしょ、一応。分かってんすよ。ワンパターンでもね。まあ、しかし、神崎本田さん起こしたら大変なことやったぞ。あの二人は自信があっても起きませんよ。ねえ。なんせ一年中パラダマ来とる人やからな。アホ。きっちり起こされたわ。これでもデリケートなんやぞ。神崎なんかと一緒にしてくれんな。はいはい。どうも、本当に、すいませんでした。ええよ。今日は早起きでちょうどよかったね。お珍しい。何ですか、こんな朝早くから。デモバイト。何すかそれ。デモのアルバイト。
10年前はやな、 10.21 の次の日が時代祭りやで、マヌイ小付けをした機動隊のやつと次の日アルバイトで顔合わせて思わず睨み寄ったっつんで笑い話になったね。今時ちっとも笑われんじゃない。はい、ストップ。基礎の練習じゃないんだぞ。もういいだろ。人工呼吸の練習ももうみんなやっただろ。先生、これで縁ですよね、このところ。こう。入れてみるか。はい。大丈夫だと思うんですけど。いいか。あら、で大成功だな。君の場合が胃が呼吸するのか。いや、失敗した。どこが第四腰椎の場所か分かりますか。ここだと思います。いいでしょう。入れてみてください。血液の逆流はありませんね。はい。いいでしょう。さすが大島くん。ヒヤヒヤしたけどな。相手が相手やからな。訴訟だれではすまんことになりますよ。私と指詰めもやぞ。やめてくれよ。将来手術できるようになるわ。あ、荻野さん、はあ、何ですかね、あの人図書館に何しに来てるんですかね。何やお前、まだクラブやってるんか。ああ、卒業までやるで。ここも最後までやったんやからな。目指すは投げて打って走れる医者や。体操機、あの3弁の出しておいてもらおうか。はい。君用の。あ、君の部分ですか。あ、これ弁ついてる。ついてる。これ弁ついてるか。弁ついてるか。出ないかな。あ、ないか。弁のついてるのを出してるよ。はい。OK。ありがとうございます。
見てるだけでもこんなに疲れるんだから、手術やってる人はもっと大変よね。私とってもついていけそうにないわ。野球選手ってのは大変やろ、もって医者にしたっちゃ。こんなしんどいやったら野球選手に勝ったんやんか。ああ、阪神タイムス見てよかったな。何を言うてんねや、甲子園にもよう行かんかったくせに。甲子園の落ちこぼれちゃんが。一人で甲子園には行かれへんのよ。大体タイガーズに恩はいらんのです。しゃらかし。もうダメ、腹減って死ぬ。ああ、飯食う時間もないわ。なんだお前ら、あれだけでバテとんのか。え、情けないなよ。ちょっとだ、はい、お前らな、医者になって大金儲けたら思うとこかもしれんからさ。医者からしてデーッとして金が入ってくわけじゃないよ。年間8000人近くが医者になってんだから今。そのうち医者なんかダブダブに上がっちゃってしょうがないんだろ。ヘキシーって言ってたもんだよ、うん、今はちゃんと日時代からヘキシーの医者が来ることになってくるんだから。甘かないよ。労働時間なんかな、けじめつかなくなるんだから医者やっちゃったら。おまけにな、もう下手な治療でもやってごらん。患者だって昔と大きくなんだよ。訴訟だよ、一発だよ。膨大な損害賠償払わなくてならなくなるんだ。18億払えよ、お前ら18億。それが払えんと医者辞めたのアメリカにはゴロゴロしとるんだから。あ、聞いとくか、お前。だから、君たちには知識もない、技術もない、経験もない、あるのはなんだ、体力だけだろ。まあ、それはお前、こんなことぐらいでバレとってどうするの。え、おい、生き残らないの？見放されたの？へい、腹に力入れて！え、いいですよ。はい。え、はい。え、なおいの。え、やっぱり、え、体力が一番だぞ、この世界。え、確かにそうかもしれん。不思議なところや、病院中のところは。やったらどうですか。石倉さんも一週間で随分上手になったんですよ。うん、はい。涙ごと逆に日本の医療などを救いはしない。鍛えられた肉体に宿る優れた安定ですけど、医療の原点なり。そうでしょ、荻野さん。あれ、あら、いかん、実にいかん。まだ前が膨れとらん。こんなの前が、うわなれんことするからやん。もう出してしもて、俺まだ見てへんの。まあまあいいじゃないか、もうこれからいっぱいでも見る気があるんだから。堪忍してくれよ、どれくらいのホールになってくれ。そんな見たいんだったら自分の身につかんで自分で見ろよ。しかしその相手の痛みなんてのはね、なかなかわからんもんだろ。
ところがその医者ってのはすぐにね、その辛抱しろってこう来るわけだな。で、まあだからそういう意味じゃ、その今日の実習なんてのは君が一番勉強になったわけだ。じゃあ、その今日はこれで終わるから、出席カード出してくる？ところで、その君らは、人間の病気で名前がついてるのはどれぐらいあるか知ってるか？25,000ぐらいあるらしいな。じゃあ、その中でね、治療法が分かってるのは、いくつぐらいあると思う？半分ぐらいですか？いや、そのせいぜい5,000に過ぎないらしいな。まあ、難しい、その、医学書ばっかりに真実が書いてあるわけじゃないんだな。こういうあの本人もちょっとしたその真実ってのはあるわけだ。大事な病院なんだ。もう手段に負けや。どうしてですか？おいの手引いたい。
ないじゃないですか。今日は被害者の側に身を置き、明日は大学の講義室で被害者の最高列に座ってる。一体あなた何者なんですか。じゃあそのうち俺はな、奴らの地球を獲得してるんや。奴らの地球を譲り受けたわけじゃねえぞ。ほんとさ、電話です。あの、中原さんと女の人が。おう、なんすか、さええ加減にしてよ。何が頼んでることは。おいおい、いつまで行けばやってるよ。おここはな、ロンやぞ。ロンやのとこやないやぞ。その部屋がもかないぞ。やるわけ。この反応、いつから待ちます。はい、この持って帰ってみよ。いますよ。あかん。ええ加減にしてや。もっと関係あんなことでちゃうよ、これよ。想像しよるやな。手術した日から時々出血してたのよ。何回も。なんで電話出なかったのや。私なんだか医者って好きになれなくなったのよ。ここのところずっと。俺はまだ医者やないよ。そんなこと言ったって。あ、痛い。あ、痛い。痛い。やっぱりうちの病院行くの嫌やろ。いいわよ、どこだって。どこでもいいから早く連れてって。そんなこと言ったってお前知ってる先生ばっかりやろ。俺なんてのが嫌やな。どこかでお目にかかった人だと思ったら図書館のお姉さんですね。お前いつ引っかけたんや。8年前や。あれ高校の同級生なんや。一応止血と鎮痛の手術はしといた。夜中に突然大変ご迷惑をおかけしました。こんなことはするんじゃ。あんたの覚悟しとけないよ。それより、うちの勉強しろの息子、優秀な人たちに迷惑かけてもちゃいますか。しかし、一応入院させて詳しく調べておいてもええよな。彼女の家は。はあ、こちらについてすぐ僕の方から実家に知らせておきました。ああ、そういえば。あ、うちのベッドの場合やったら心配せんでもよろしいで。最近ね、もう入院患者減らしてもんや。もう手間ばっかりかかって、ほんまに個人みたいにつらいな。ええように見えるかもしれんけど。彼女と会えますか。あ、愛作なんや、まだ眠ってなかったんか。電話したんでしょ、うちに。しゃあないやろ、バンドエイド貼っときゃ治るって気じゃないんやから。誰が出た。親父さんが出た。そう、兄貴じゃなくてよかったな。兄さんに恨まれるようなことしたかな。俺愛作はしてないでしょ、何も。ただ兄貴が医者大っ嫌いなだけよ。兄貴ね、5年も付き合った人に振られたんよ。当時でしょ。その相手は医者だったというわけか。罪な話や。医者が大嫌いな人間なんていっぱいいるわ。医者が大嫌いな人間と医者が大好きな人間と、そして俺みたいに大嫌いなのか大好きなのかさっぱりわからん人間と、最初でしか終わらんのとちゃう。私も3番目みたいだね。ねえ
ちょうだい。アホ、お前病人なんやぞ。ああ、私やっぱり医者大っ嫌いな人間だと。まだ医者やない。そうよね。医者の卵よね。立派な病院やな。あそこの後継ぐわけか。まあな。いずれはあそこの若先生ですよ、これでも。医者のドラ息子っちゅうやつやな。そのドラ息子が、ある日なぜか突然、医者なんか面白そうだなと思ったわけですよ。親父殿の医師としての働く姿に胸を打たれましたかな。冗談やないですよ。お袋の子宮がんにも気がつかなかった、ダメな産婦人科の先生ですよ、あの人は。まあしかしそれでも、きっちり医学部なんかに合格したわけや。しかも運善万もかかるところやない。入学金5万円、月3000円、親孝行なことや。全く泣けてくるな。期待通りというのもまた惨めなもんですよ。答えるよりは裏切る方が簡単やないか。前はそう思ってた、いつ辞めてやろうか。ところがですよ、こう見えても俺近頃自分が医者になりたいと思うことが月に4回はあるんですよ。俺はその逆が月に4回ある。おい、ほんまにこんなとこ出れるか。電話やろくるぞ。ええよ、今日はほんとすまんかったな。気にするな、そう何度もあることやないからな。じゃあ気ぃつけて。サンキュー。確か解剖学の試験の前の日だった。教科書を解剖実習室に忘れてきたことに気づいたのは夜の12時を過ぎた頃やった。諦めの悪い俺は大学に戻り、守衛室で鍵を借りて一人で夜の解剖室へ行った。朝早く起こして。あれからまた派手にやったみたいやな。お前もなかなかやるよないか。すいません、酒飲んだ勢いでついかっとまっちゃって、偉そうなこともベラベラ言ってしまって。まあええや、南中で飲めたんやな。あ、僕の部屋で寝てます。何やあいつ。それにしてもお前いつの間にあんなシビアな言葉覚えたんや。あのことはほんのわずかな人と話したことや、ほんの見かじりや頭の中だけで考えたことなんです。荻野さ ん、これ預かっててください。僕の部屋の鍵なんです。しばらく寮を出て外を回ってきたいんです。そしてその日から野口は寮から姿を消した。
次に彼の部屋の鍵を開けたのは野口本人ではなかった。つまり簡単に言うと、X 線とコンピューターの組み合わせによって頭部の横断面をブラウン管に映し出す装置というのがこの CT スキャンだ。諸君も脳神経外科で写真は見てるだろ。脳の出血部位なんかはね、本当に綺麗によく分かるようになったんだ。イギリスの EMI というメーカーが膨大な金を吸い込んでこの機械を初めて開発したんだ。ハンスフィールドという人がこの CT スキャンの研究でノーベル賞をもらったんだ。ね、EMI 中央研究所の主任だ。EMI って聞いたことがあるだろ。レコードの EMI ですか。ビートルズの EMI ですね。そうだね。ビートルズの EMI なんだけれども、そのビートルズの大ヒットがなければ、この機械がひょっとしたらなかったかもしれないということは僕は言いたいわけだ。ねえ、ビートルズはやっぱり偉大だろ。ねえ、今度レコード聴くときは感動できると思うんだよ、僕はね。もっと何を言いたいかというと、フォックスガーズというグループも10年前 EMI と関係が深かったんだよ。うん、でね、返してはこないっていうのがその EMI レコードが出たかもしれないって話してる。知らない？でもそれがもしなかったら、このネジ機械はきっと作れなかったと思うんだよね。It be a hard day's night.It be a hard day's night. 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 お母さん、いやうちの子供たちがな、他の子供をいじめるとかで先生に呼ばれちゃってな。さ、向かって向かって。お父さんも乗っかって。はい、向かって。さよなら。これで。お前を川本産婦人科に届ければ妻の元へ帰れるわけだ。あまり少し遅れたかな。ああ大丈夫ですよ。お父さん、この人誰ですか。お父さんのお友達でね、アイサクおじさんっていうの。面白いぞ子供。お前も早く作れよ。作ってどうするんですか。親父になるんだよ。いや、これはこれは、アイザック。この度は、エロ世話になって、すまんなんだろ。ちょっと見んうちに、エロ立派になって、もうすっかり、お医者様の風格が出てきとるんやんか。あよ、卒業して、国へ戻っておいでや。立派な病院もできたことだし、みんな待ってるぞ。お父さんのご希望でね。マイズルの市民病院へ入院することになったんだよ。あいつの好きなようにと思って一人で京都に出したんやから見合いの話や言っても帰ってきおらんし、少しわがままに育てすぎたようや。せっかく川本先生が親切にしてくださってるんや、あいつも入院となると一人で心細いやろしな。こんな形で国に帰るなんてざっとしないわね。プジャマだわ。最低よ。いや、アイサック、いろいろ迷惑をかけたらすまんの。いえ、こちらこそ。じゃあ、リンク、行くか。じゃあ、アイサック、またね。悪かったと思ってる。他に言うことないの。その手紙には一度引っ込んでしまったら二度と京都へ戻れないような気がします。でもジタバタしてもしょうがないね。まだ世界がおしまいになっちまったわけじゃないんだぜ。アイサク、あまり気にしないで最後まで頑張れ。あばよ、とあった。そして純子は二度と京都に出てくることはなかった。何事やすぐ戻れ言うて。こっちは実習中の身なんや。むやみに呼び出してくれんなよ。あれあれ、どうしても急ぐんや。お前、野口の鍵預かっとったやろ。うん、預かってるけど、野口がどうかしたのか。隠れて。なんでや。
森永の集会の後の電話で。昨日東京でです。あ、君の音すぐ割れてしまうやろ。家宅捜査あるかもしれへんからな。一応掃除しとかんとな。今度は野口君支援闘争か。これで満足やろう、南だ。何？おいだろ。何も見えねえ。野口処理つけない前に何人の金抜かしてるっちゅうか。そうやってお前ちょうど出しに来たやないか。お手当てか。お前らの喧嘩も随分久しぶりやな。南だ、昨日の夜中酒飲んでお前のことで散々絡んできやがったで。俺、この頃どうかしてるんです。精神分裂病じゃないかって。おかしくないですか？ホグラデスシンドロームやね、それは。何ですか、それ。医学生落ち込み症候群。俺なんかもなったよ。いや、俺みたいな酒飲みは、肝臓のとこ勉強してるとな、いろんな症状がぴったし思えてきて、自分でこれは肝臓がんに間違いないいうふうに診断して、身辺の整理をしてから、うちの大学病院に出かけたんだ。それで何でもなかったっちゅうわけですか。お前も精神科で勉強を死んだんだよ。あら、珍しいわね。何事？寮の OB 様の会費集め。あんた、たまに顔見せたと思ったらろくな話じゃないんだから。そう言うなよ、はるばる来たんやから。いるわよ、上がんなさいよ。うん、いや、展望なんか何も見えんよ。異世界の常識が実は世間的には極めて非常識な閉鎖的社会だということに気づいた感じがゴロゴロいすぎる。むしろ学生の時よりもイライラしてるくらいだ。まあ、ぼちぼちやっていくしかないようだな。まあ、そういうことだったな。荻野くん、ビール。あ、すいません。早いもんやな。荻野がもう6ヶ月やもんな。はあ、うん、いただきます。ところでお前、何か行くんや？まだ決めてないんです。あ、そうか。まあ、どこでもいいけど、入局はすんだよな。医局は大学病院の矛盾、強いては日本の医療の矛盾の原点なんやからな。きついぞ、今の若い人にそういう理屈を通用させるのは。うん、それはなんとなく分かってるよな。何やお前らしいもない、えらい弱気やね。しかしな、やっぱり世の中を治さんと治らん病気は絶対にあるわけや。労働者のための病院か。あいつら二人とも医者なんだから、うまくやれ。月100万以上は金以上に。バカだよ、まったく。本田さん、本当にそう思ってるんですか？君やっぱし本当におかしいよ。うん、青春分裂病っていうやつやね。これで終わりか。ええ、これで全部終わりです。そっか、ご苦労さん。あの、これ彼女に返した本なんですけど、忘れに渡してください。おお、あいつこんな本出たんか。こんなの怖いな。俺で晩飯のごちそうするよ。ああ、でもこの後行くところがあるからええです。そうか、悪いな、忙しいのに。ねえ、働かせるだけ働かせてもうたみたいな。ほんまにありがとう。いえ、助かったよ。お前なかなかええやつやな。医者になるやろ。え、早医者になるよ。言うとくけど、俺は医者は大嫌いや。知ってます。まあ頑張れや。え、じゃあ
いやごめんごめん遅れて。ちょっと引っ越しの手伝いしたもんやから。落語区医大の学生なんですが、実習のため救急医療の見学に来たんですが。あ、そうですか。5階の当直会の控え室まで待機しててください。救急患者が入ったら電話しちゃいますから。あ、5階だって。早く来てくれないから、見たくないもの見せられて。たまんない気分よ。ごめん、悪かったよ。僕、いたたまれない気分。こんなとこで一晩待ってんの。お互い変な気を起こさんようにしような。やめてよ、嫌なこと言わないで。あ、悪い悪い。来るかな、誰か患者。そういえば、先週の川本君と大島君の時はすっごいオートバイの事故が来たそうよ。暴走族か。ううん、一人で走ってたらしい、覚醒剤やって。大島君がえらい怒ってた。覚醒剤やって猛スピード出したらどうなるかほら自分でわかるやろ。何が痛い痛いや。なるほど、常識の問題っちゅうわけやな。なんであんな奴のために夜中に医者が5人も6人も叩き起こされんといかんのや。荻野くんにも大島くんの半分ぐらいの常識があればね。わはははわははは、わはははははは、来ませんな。いいじゃない、人の不幸を待ってるようなもんだから。誰も来ないのはいいことなのよ、きっと。なるほど。それにしても暇やな。第一、男と女が一部屋で一晩過ごす中に色気がなさすぎるわ。なあ、何か話でもしよう。いいわよ。何の話？そうやな、川本との恋なんてどうや。やだ、恋だなんて。あれは恋なんてもんじゃないわよ。ならなんや。恋は恋でも、せこいっていうとこかな。なるほど、せこいね。自分にないものを相手が持っているっていうんで、惹かれ合うのが恋だとしたら、自分にないものが相手にもないんだって知って、お互い安心し合ってるわけよ。外見は濃いでも中身は薄いか。おおおお。
こんなとこで何やってんのよ今頃。私の血よ。時々私こうやって自分で自分の血抜いて遊んでるの。俺はまたヘロインかと思ったよ。冗談でしょ。時々ね、自分の血が自分の体にしっくりきてないような気がすんの。バカみたいでしょ。バカみたい。吸血鬼みたい。もったいないな。大事危ないないか。貧血起こすぞ。大丈夫よ。ちゃんと牛乳飲むし、造血機能だって正常です。またどんどんできるわ、新しいのが。はい。あ、わかりました。起きろよ。とうとう来たぞ、人の不幸が。カチコン、下駄当たって。はい、来てるね。急いで。血圧触れません。血管確保。はい、OK。38分です。家族はどうしてますか？ちょっと血抜きすぎたかな。って仕事したいですわ。しかしなんでまた胃潰瘍なんかになったんでしょうな。酒の飲み過ぎですかいな。お疲れのところすみませんが、学生のために少し触らせてやってください。ああ、どうぞどうぞ、何部でも触っててください。この間まで一等って一等ってどうしようもなかったんけど、薬が効いてるんかいな、ちっとも一等になって。先生、少しはようなったんですかいな。冬の寒い日じゃないんだから、そんなに丁寧に手を温める必要ないんだよ。ちょっと触診させてもらいなさい。はい。ほんまの先生、いつもそんなとこ座りまへんで。もっと上の方や。はい、すいません。よく教えてもらいなさい。どうかね、触診した学生。この部分が悪性腫瘍じゃないかと思います。進行胃がんだな。ボルマン何型だと思うかね。一か八か言ってみなさい。えい、二型。あ、そうだ。うわ、当たった。よかった。君は良いかもしれんがね、患者さんにはちっとも良くないんだよ。肝炎の転移も見られる。こうなると外科医ましてもちょっとお手上げだね。あ、
と何ヶ月ぐらい？ハルムには一応6ヶ月と言ってあるがね、まあ、それより早くなるかもしれない。先生、本人にはやっぱり最後まで教えてあげないんですか？君が医者になってだな、不幸にして君のお父さんがそういう風になった時には君はお父さんにためらわずに教えてあげるわけだね。あの言い方つらいな。立派な先生じゃないですか。涙が出るくらいね。うわ、数の踏み方が違うんですよ。あの人たちとは白衣の下に初心者マークでも貼りますか？そうしますか。何度人の死んでいくところを見なければいけないのかしら。この先あれ、加藤さん、もう帰るんですか？うん、帰るよ。記念撮影あるんですよ、4時から。うん、そんなのあんの？俺、これからアルバイトだぞ。あ、加藤さん、写真撮らんでいいですか？おかしけな人は知りませんよ。そんなジンクスあんの？らしいですよ。あ、ほんと？でも加藤さんほどの実力のある方やったらジンクスなんて関係ないですよ。ほんとに君、そう思う？はぁ、あ、まあ、な、うん。じゃあ、帰ろ。それじゃ、赤い海が校舎落ちたらお前の責任やで。そんな俺知らんよ。冗談の通じん人やな。俺や、医者辞めたなんて冗談書いたやつ。なんや、僕は真面目に回答しましたよ。なんと大胆な人。いや、お上限が悪いんや。誰やろ、ほんまに。真面目に答えてもらわんと困るな。私よ。でも冗談じゃないわよ。人の生だとか死だとかに携わる資格が私にあるのかしらって思うのね。そんなことはね、誰にも決められんよ。高校の時は男に負けるかって一生懸命勉強してね、トップなんか争っちゃってさ。で、そのまま受験戦争に入ってとにかくってんで受けたのが医学部よ。そしてそのまま合格したってことになっちゃったんだけどね。うん、まあ確かに医学部に合格するってことは医者に合格したってことにはならんもんね。まあね。そりゃないやろ、今さら。あら、王くんとしては野球選手にでもなりたかったのかな。そんなこと言うてんとちゃうわ。君が見事に合格したためにはな、怒ったやつだと取るんやで。100人合格して101番やったってやつが。それお前の知り合いかつね。俺の兄貴や。驚く中で誤労して最後に俺と一緒に受けてな、今年受からんかったら医学部はもうやめや言うて、それで怒ったんや、101番で。ごめんなさい、私もそんな謝ることないて。今や兄貴も虹の父、ちゃんと神戸に中華料理屋開いてるわ。あ、4時や、戻ろう。私やっぱり気が進まないわ。なんで？おみなは戻らんでええのか。僕がしてましたら知らんで。うん、ほらまだこっちは少し単位が残ってるし、卒業できなくて卒業写真載ったらそれこそカッコつかんやろな。あ、勝手にしたらええわ。みどりちゃんはどうして気が進まんの？私も一緒、どうも卒業できる自信がなくてね。最ですか。Thank you.
こ行ったんや。お前の部屋なんだよ。どういう授業態度をしてたかはっきり分かりましたね。それでは今の方、レンズが見える位置に、レンズ見えますか？よろしいですね。はい、それでは、もう本当に落ち込んでないよね。はい、では人生で一番美しい顔をしてやってください。無理だと思いますけどね。はい、ほらバチバチいきます。バシャ。おばちゃん、おじちゃん、はいはい、パンだよ。はいはいよ。はいはい。ふらふらふら。焼きそばパン。焼きそばパン。はい。ハンバーグセット。ハンバーグセットな。はい。無理パン。開いてるぞ。哲也君、頑張ろう。おう、パンと牛乳と持ってきたし、よかった、食えや。サンキュー、いただくわ。マエル、アイサクちゃんもようやく立ち直ったか。またにしていたですよ。ああ、日本の医療もどうなるのかな。とにかく、どんどん我々の肩身が狭くなることは確かにね。肩身が狭いのはそれだけが理由ではあるまいに。どう？あ、市内中病区、割と近くだね。お前知らへんか？どうか、ちょっと見せて。ここがその森田産婦人科なんですが、実はここで5年にわたってこの病院の病院長森田元春の妻貞子45歳が医師免許無所持のまま診察どころか、なんと驚くべきことに手術まで行っていたということなんです。まあ、この事実がどうして明るみに出たかといいますと、ここで中絶手術を受けた後不妊症になりました。仮に A 子さんという女性が他の医院で診察を受けまして、これは明らかに手術捨て際から来た卵管癒着によるものだって説明されてびっくりしまして、私としても中絶手術のことが主人知れたらどうしようかって随分悩んだんですけども、もうこういった医者の無言は許せない。それで勇気を持って主人に告白したわけです。幸い主人も控えしておりまして、それでこの病院で手術を受けた他の人たちをできる限り調べて中には不倫が原因で離婚騒動、自殺騒動までなった家庭もあったっていうんですね。かなり深刻な問題を生み出しているわけなんです。英子さんもおっしゃってましたけれども、やっぱりこのプライベートな問題もあってですね、手術のことを公にしたくないという被害者の気持ちもわかるんですけれども、ぜひですね、勇気を持って名乗り出ていただけないでしょうか。泣き寝入りのまんまとですね、ますますですよ、悪徳費偽医者のですね、やりたい放題、その上ですね、医者だけが税金を優遇しろなんていう勝手放題、皆さんこのまんまでは救われないことになります。どうかですね、英子さんのですね、おんのさん、どうしたんですか。おい、どうしたんだ、大丈夫か。人工呼吸なんか嫌やぞ。おい、どうしたんだ、気分悪いか。あ、うん、張り切って徹夜なんかするからや。ちょっと寝てくるわ。うん、やっぱり体力が衰えてるんですね。うん、お嬢さんも明日から一緒に走らせましょう、うん、ね。おい、荻野、あさったから迷惑やぞ、少し寝てからにせえや。体力の衰えは判断力に現れるんですね。荻野です。おお、お前か、この間ありがとう。え、
帰れ、こんな朝早くから。純子さん、いますか？知ってるやろ。あいつはまだ病院や。病院。なるか言うなるか、おい。言うといたるで。俺、純子さんと結婚することにしました。やぶからぼに朝まで前酒飲んで電話してるんやないやろな。仕事の続きか、おい。正気です。俺、純子さんと一緒にならんといかんのです。ええ加減にせよ、おい。勝手に決めたことは困るぞ。できないぞ。おい、どうしたよ、おい。一体どうなってるんだよ。もう切るぞ。何事や。起きろぞ。一体どうしたのか。おい、どうしたら。しばらく待てな。どうしたかどうにもないんだ。沖野君はちょっと過労で水上来てるようなので、少し休まれた上で、もう一度かけ直せますか。そうですか。せやけど、同じ話したらよう考えてから電話してこい言うといてください。わかりました。失礼しました。沖野さん。どうしたんや。お前一体誰と話したんや。おい、沖野さん、沖野さん、大丈夫ですかね。一番最初に言うでしょうか。おあ、大丈夫かほんまに。おう、大丈夫やぞ。さっきはすまんかったな。そうか、何かあったら呼べや。眩しいなPaint it black. Paint 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 it black.
なんで？去年の学生はなかなか優秀だったようですね。諸君もご存知のように国家試験の成績はこの数年で一番良かったようですね。今年はどうかな。諸君も負けんようにね。はい。ところで今日の精神科の描写実習ですけれど、何人かの患者さん見てもらいますけれどもね、その前にこの病棟の仕組みを説明しましょう。はい。なかなか英玉が来るようになったな。そろそろファーム暮らしもしまいやな。そうですか先生。やめろや、その先生言うのは。そやかてお前も立派な精神科の先生やないか。患者も俺一人持って。そらそうやけど、なんかお前の先生言うのトゲがあるんよ、トゲが。そうか。昔はこれでもですね、向こうの方の野球場を使って大変広かったもんですからね、いろいろやってたんですけれども、何しろ民家が近くなってですね、野球できなくなったもんですから。病理学則でもやるし、つまり、やってるんだよね。